皆さんこんにちは。今回は松平健さんの大ヒット曲マツケンサンバ2の振り付けで一世を風靡した真島茂樹さんについてお話ししたいと思います。真島さんは5月22日77歳でこの世を去っていたことが23日の今日明らかとなりました。死因は虚血性心不全でした。真島さんは22日に都内の自宅を訪ねた知人が倒れているところを発見し病院に緊急搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されたとのこと。このあまりに突然の訃報に多くの人が驚きと悲しみに包まれています。真島さんは1947年3月22日栃木県宇都宮市に生まれました。中学卒業後に上京し高校に通いながら東方芸能学校舞踏科でクラシックバレエ声楽などを学びました。卒業後は日劇ダンシングチームに入団し異例の速さでトップダンサーに上り詰めます。ラカージオフォール、王様と私、屋根の上のバイオリン弾きなど数々の舞台に出演しその才能を発揮しました。そして2004年真島さんが振り付けを担当したマツケンサンバ2が大ヒット。真島さんは松平健さんと共に一躍地の人となったのです。マツケンサンバ2は日本舞踊をベースに真島さんが振り付けを行ったもの。そのキレのあるダンスと松平さんの歌声が見事にマッチし2004年の紅白歌合戦にも出場。2005年には日本中で社会現象ともいえるブームを巻き起こしました。真島さんはマツケンサンバ2のダンサーの中でもメインパートを担当。2021年の第72回 NHK 紅白歌合戦でも特別企画で披露されたマツケンサンバ2の腰元ダンサーズの振り付けを担当し自身も腰元ダンサーズの一員として紅白出演を果たしています。また三河健一さんのサソリ座の女スペシャルバージョンの振り付けも担当するなどその活躍の場は多岐にわたっていましたね。真島さんはお姉キャラとしても注目を集めました。そのキャラクターを生かしバラエティ番組にも数多く出演、お茶の間に愛された存在でした。中でも日本テレビの人気番組お姉マンズでの活躍は多くの人の記憶に残っているのではないでしょうか。その番組で出会った IKKO さんや狩矢崎先生、植松浩二さんとは今でも親友だったそうです。実は真島さん過去にじっくり聞いたろうという番組に出演した際には男性女性どちらも好きになれるバイセクシャルであることをカミングアウトし大きな話題となりました。そんな真島さんの好きな芸能人は剣道小林さんと森重久弥さんだそうで優しさや包容力のある方が好みだといいます。一方女性では気の強いシャキッとした人がタイプだったとか、出会った瞬間にソフトキスをすることで興味のない相手でもすぐに落とせる技を身につけていたそうですよ。そんな振付師以外にお姉キャラとしても人気を集め、さまざまな功績やたくさんのファンを獲得してきた真島さんでしたが、惜しまれながらも22日に亡くなることとなりました。この真島さんが亡くなったことを受け所属事務所の3期プロモーションは以下のように追悼のコメントを発表しています。真島は小さい頃からの夢を実現させレビューの道を邁進してまいりました。マツケンサンバ2の振り付け以降は活動の幅も広げ皆様に愛される日々を送り、自ら一生踊り子という言葉を胸に亡くなる前日まで元気で仕事をこなしておりました。華やかな生涯を刻めましたこと、ひとえにファンの皆様はじめ演劇マスコミや各関係者の皆様のおかげと心より感謝申し上げます。真島さんは最後まで現役で活躍されていたのですね。まさに一生踊り子という言葉がふさわしい人生だったのかもしれません。訃報を受け芸能界からも悲しみの声が上がっています。フリーアナウンサーの小林千鶴さんはツーショット写真を投稿し、真島茂樹さんダンスのご指導から一緒にサンバを踊ったこと、
お食事したこと、いつも周りを明るくしてくださるとっても素敵な方でした。たくさん素敵な思い出をありがとうございます。また会えると思っていたのに突然のことで悲しすぎますと悲痛な思いを綴りました。歌手の北川理恵さんも真島茂樹さんの訃報に驚いています。屋根のオーディションでばあさんの歌を初見で歌った時にマジ様がスタンディングオベーションしてくださったから、今私はこうやってミュージカル俳優を続けていられていると思っています。プリキュアの振り付けも踊らせていただきました。ご冥福をお祈りしますと真島さんへの感謝の思いを述べました。20年以上共演経験のある俳優新納慎也さんは、僕の商業ミュージカルのデビュー作と言ってもよいラカージオホールで20年以上共演をしてきました。舞台に立つということについていろいろ教わりましたと振り返り、悲しいよ寂しいよマジさんと悲痛な思いを打ち明けた。マツケンサンバ2が大ヒットしてから約18年、その人気は今なお衰えることを知りません。なんと最近では漫画雑誌チャオにもマツケンサンバ2が登場したそうです。時を超えて愛され続ける曲、そして振り付け、それは真島さんの才能あってこそのものだったのでしょう。そんな真島さんは最近まで元気な様子だったといいます。松平健さんのコンサートにも出演していたそうです。今月8日には関係者と誕生日会を開いたばかり。25日には京都で開催されるマツケンサンバコンサート2024にゲスト出演する予定だったのです。それだけに突然の訃報は多くの人にとって信じがたいことだったでしょう。真島さんはマツケンサンバ2の振り付けで多くの人に夢と希望を与えました。あのリズムに乗って踊ることで人々は一体感を感じ笑顔になれたのです。それは真島さんの温かなお人柄あってこそだったのかもしれません。優しさと包容力、そしてユーモアのセンス、真島さんはまさにエンターテインメントの申し子のような存在でした。松平健さんも真島さんの訃報を受け、茂樹さんは私の憤怒のようなかけがえのない存在でしたとコメントを発表しました。二人三脚で歩んできた歴史を思うと松平さんの悲しみもひとしおでしょう。また告別式について事務所側は、葬儀告別式につきましては個人並びにご遺族の意向により近親者のみにて執り行い、後日お別れの会を予定しておりますとのことです。いかがでしたか。今回70歳という年齢でこの世を去ることとなった真島茂樹さんについてご紹介しました。真島茂樹さんが残してくれた功績は永遠に色褪せることはないでしょう。安らかにお眠りください。そして天国でも素敵な振り付けを披露してくださいね。改めて真島茂樹さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。